オリコンニュースをご覧の皆さん、高坂みゆきです。今年は私はデビューして45周年ということで、ちょっといろんなことに挑戦してみようと思っていろいろ始めました。まずは YouTube なんていうのをやってみようと思って、今回私が大好きだった歌、それから歌ってみたかった歌を、お友達のギタリストの方、ピアニストの方、オケで歌ったりもするんですけど、いろんなバージョンで好きなように歌ってみようっていうのを作ってみようと思います。初めての試みなので、どんな風になっていくかまだわからないんですけれど、私もちょっと楽しみなんですよね。ぜひ機会があったら私の YouTube チャンネル見ていただきたいと思います。ミルキーアンダーバーウェイということで、私なりにいろいろ考えて私ウェイでやっていこうと思っています。ぜひ登録してみてください。よろしくお願いします。